り魔の暗闇にキラリと光る怒りの目Yo, this show is so lit, fam. Like, I just can't even get over it. Like, my man is shooting like actual like ropes, like legitimate ropes and nets. He's got a fucking Gundam wing. He has a car. He doesn't web sling. His powers came from this almighty being. From Planet Spider, who's trying to take down Professor Monster. Spider-Man. Yeah, I was literally looking forward to watching this, legit. Like, I was literally ecstatic to watch this. And I'm behind on my water, so I need to drink up. Is this man just actually climbing a building? Like, I've never thought about Spider-Man just being like, well, like, what if we photographed him actually climbing a building? But it looks pretty dope, actually. その夜、東京地方には最大瞬間風速40メートルの強風が吹き荒れたが、夜明けとともに風はピタリと嘘のように収まった。I like that shot. 白人、早くしないと学校に遅れるわよ。最近急に雲が増え、タクジ、あんたの仕業ね。え？お姉ちゃんが雲嫌いだと思ってわざとにやってるんでしょう。違うよ。Yeah, he's just finding giant spiders. あら、ひとみさん、おはよう。早いわね。商売商売。誰は？お兄ちゃん？まだお休み中。本当に寝坊ね。起きてよ。いつまで寝てんのよ。目が腐るわよ。さあ、早く着替えた着替えた。危うきは三文の徳っていうの知らないの？知らないね。事件が起こったのよ。テレビのニュース見なかった？ There's been an incident. そっか、寝てたんだもん、見るはずないわね。電車がひっくり返ったのよ。それが君と何の関係があるんだい？わからない人ね。私はフリーのカメラマンとして特ダネを狙ってるのよ。さあ、早くオートバイ運転してちょうだい。Oh, I was about to say, we expect them to just flip it over? He's like, no, bitch. I don't even give a fuck. I'm Spider-Man now. God, this is so old. The train has crashed. The bridge is on the side.道路が封鎖されて近づけない。テレビのニュースでは何と言ってたんだい？夕べの突風でね、東京湾から吹き上げた風が電車を転覆させちゃったんだって。乗っていた十数人のお客さんが怪我をして病院へ運ばれたそうよ。突風？こんな事故は初めてだって。電車が橋桁に引っかからないで川に落ちてたら大惨事になるところだってニュースで言ってたわ。果たして突風の仕業かな。あ、スコア？夕べのあのガリアのささやき。鉄十字弾によって非業の最後を遂げた拓也の父山城博士は今この墓地に静かに眠っている。 It's a nice headstone, you know. 俺は丹沢山中でスパイダー星人と名乗るガリアから信じられないような話を聞いた。ガリア？だが私は死ななかった。毒蜘蛛の毒に耐えて
耐えて耐えて生き続けた400年間今を去る400年前 What? 我々の住む太陽系を遠く離れた M77 星雲の第17星列に地球によく似た平和な惑星スパイダー星があったという。その時銀河系を荒らし回る異星人モンスター教授の率いる鉄十字団がスパイダー星を襲った。スパイダー星を留守にしていたガリアが帰ってみると、スパイダー星を統率していたガリアの両親と姉妹たちはI love how they were just laying there, just peacefully. It's like... ガリアは一族を皆殺しにした鉄十字団を追って宇宙への復讐の旅に出た。そしてついに彼は憎むべき敵モンスター教授を追い詰めた。モンスター教授は地球に飛来し、そこを足場にマシンベムを開発し地球の侵略を企んでいた。その頃日本は戦国時代で、豊臣家と徳川家が存亡をかけ関ヶ原で戦っていたという。モンスター教授は関ヶ原の戦いに紛れ逃げ込もうとした。しかし執念の鬼と化したガリアは、The Spider Machine? ガリア、モンスター、ガイロ、貴様を殺す。父と母と兄弟たちの名において貴様を倒す。笑わせるのガリア。Okay, first off, like the like shot, the shots that like repeat and like these weird, awkward like camera zooms, like just suddenly, like I have to start utilizing that in my channel because it's incredible. Oh my god, what? What? Did you see how?Okay, I love how the Marveler, like, you can just literally just shout from afar and that bad boy can hear you, dog. Like... This is the most fascinating history lesson I think I've ever received. ガリアにとって地球の400年はわずか20年経過したに過ぎない。彼は20年間自分の後を継ぐ者を探し求めていた。そしてあの時俺はガリアに助けられた。スパイダー星人の血を受けた君はスパイダーマンになれる。スパイダーマン教授は400年の眠りから覚め動き出した。モンスターの率いる鉄十字団を倒さぬ限り地球は滅ぶ。この地球を滅んだスパイダー星の二の舞にさせるな。鉄十字団を倒すには俺の作ったマーベラーを使え。 OK、宇宙をさまよっていたマーベラーを俺は呼び寄せた。スパイダーマン、スパイダーマシン GP7 でマーベラーにドッキングして戦うのだ。俺の体内に、Yo bro, driving the spider machine G97 and park that bad boy in the Marveler and you got it, bro. そのことを一生忘れない。400年の間ガリアは苦難に耐えた。彼のためにも彼の一族とスパイダー星を滅ぼし、そしてまた俺の父を殺した鉄十字団を倒すことを誓う。 I don't understand, how did Uncle Ben die? Did he get stabbed? Or like, was he hit with like an energy beam? Like what happened? So strange transition.
突風で転覆した電車に乗っていて怪我をした乗客の一人が変なこと言ってるのよね。変なこと？走る電車の中から不思議なものを見たんですって。まるでお化けみたいだって言ってたわ。ひとみちゃん。あら、お兄ちゃんも墓参り。今の話を詳しく。どうしたの、やぶから棒に。怪しいものを見た人は救急病院にいるんだな。え、そうよ。一周来るんだ。ズメ、早くしろ。は、何かあったよね。Why is she always creeping? She's always creeping. Why? なんだ君たちは。カメラマンですけども。捜査の邪魔だ。高い高いだ。いや、怪しいものを見た乗客は殺されたあの人だったんだな。どうして殺されたのかしら。あの人から君が聞いたことを詳しく話してくれ。話すって言ったって。いいから話すんだ。あの人、昨夜あの電車に乗ってたんだって。Oh, あの人、そのことを警察に話したけど誰も信じてくれないってぼやいてたわ。今の話誰にも言うんじゃないぜ。彼は多分。 So let me get this straight. He saw a giant brain shooting. 君は彼の話を半分信じた。 Laser beams? 奴らが君のことを知ったら必ず襲ってくる。逃げろ。行くんだ。何言ってるの。行くんだ。 Okay, that shot was legitimately incredible. Bitch, run! What you doing? Oh no. They're just on her? Spider! Let's go! Spider net! Spider-Man! Spider-Man!Spider-Man! Spider! String! What? What? Yo, but his movements are actually pretty dope. Like... It's just that... The effects... And the effects are just terrible. But the stunt work...Oh shit. That's the thing I don't understand. The stunt work is actually almost weirdly good. Like, it's. Because some of these shots, like, I have no idea how some of these, some of this wire work. I don't know how some of it happened, but I love it. Spider-String! 大丈夫かい? This bitch. What's her name? Like Miss Amazon or Amazon something? I can't remember. But. Guardian のやつも今の際に己の命をやつに与えたに違いない。スパイダーマン見つけ出せよ。必ず。君の兄さんったらひどいのよ。本当か兄さん。どうしてやつらと戦わなかったのさ。暴力は嫌いだ。だってひとみさんが殺されるところだったんじゃないか。ちっ。ねえ、あなたを助けてくれた雲人間。そう、その雲人間って一体何者。わからないわ。スパイダーマンって言うんだ。今だったらバッチリと映して特ダネを撮ってやるから見てなさい。ガリア、鉄十字弾が動き出すというんだな。奴らが第二の攻撃を企んでいるというのか。He's talking to us. ガリア、どこでだ。
ガリア、ガリア、どうした？あ、タクヤよ、我が400年の恨み晴らしてくれ。Bruh, he was talking to a literal spider. 400年の間、復讐の宿命を背負って、ガリアは literally speaking to him as a spider. ガリアであったが、そのガリアも山城拓也に全てを任せ、今生き絶えた。Rest now. さよならガリア。俺はきっとやる。あなたの死を無駄にはしない。I just can't believe he's literally talking to a spider. Isn't that the same shot from Spider-Man は超能力を与えられている。その一つは普通の人間では知ることのできない動きをキャッチできる、つまり予知能力だ。スパイダーマンは平和な宇宙を荒らす鉄獣時代を許せなかった。This show, like, I love this show. I would have watched this show all the time, fam. I would have watched it all the time, like. Spider 感覚に感知あり、ついに鉄獣時代の動きを察知した。新東京国際空港への燃料補給車は高性能のジェット燃料を満載し毎日走っている。 Yeah, not today. Oh my god. Yeah, too bad here comes the amazing fucking Spider-Man to save the motherfucking day. Oh shit. Look at him. You can lit it. Spider! Spring!何者だ？マシンベム総統キング。皆さん、Spider-Man. Oh, fuck.
a pardon. Change me a pardon. Oh shit. Barbara! I don't understand. It just breaks out of the ground every time. I don't understand. Does the Marveler go to the same spot every time? Like, is that what happens? Like, it just goes to the same bat cave, if you will, every time? Spider String! Shit. A one-hit KO. Spider-Man は戦わなければならない。父の敵とスパイダー星人ガリアの怨念と宿命を背負って負けるな、スパイダーマン。As he flies away in his mech suit. Yeah, as he flies away in his goddamn mech suit, you can do it, Spider-Man. I think this episode was the first time we've seen him like web slinging, you know? Like he web slinged off like a tree. The Spider Machine. Dog, they're not playing. But they call it like the GP7 or some shit? Spider Machine? Like, I love how when the Marveler, like, comes to, like, it literally has to cause, like, an earthquake. And, like, just destroy everything around it because it's just so big and powerful. Every time. Aren't they just using the same fucking footage for the intro of the Marveler? Oh, preview to the next episode. 浮かび窓に吸い込まれて消えていく。今夜も残されたのは空っぽの金庫と赤く記されたスパイダーマン参上の文字。果たしてスパイダーマンの仕業なのか。次回怪盗001対クモ男、どうぞお楽しみに。 First a phantom thief. Yo, fucking honest to god. Okay, so now he's gonna avenge Garia and his father to fight the evil Iron Cross army. Like, I love it. I think it's, honestly, this might be my favorite, like, live action interpretation of Spider-Man. Like, how did I not know this didn't exist? Also, what's up with his like, mech suit sword? Is it just, like, all powerful? It's just, like, anything it touches, it dies? That's interesting. I don't know what else I can say. I love the dead serious camera close-ups and weird edits where it's like the same shot repeating itself.
that evil mistress, she's always just like, she's just always awkwardly coming through in the background. Yo, I love it so much. Okay, on to episode 3.